五日市鉄道、五日市鉄道は、東京吹田多摩郡立川町、現在の立川市と西多摩郡奥野村、現在の日の出町及び道郡五日市町、現在の秋留の市を結ぶため建設された、鉄路線及びその運営会社である。南部鉄道、南部線と合併した後に国有化され、現在の東日本旅客鉄道、JR 東日本五日市線となった。 1889年、明治22年、後部鉄道が、立川駅八王子駅間を開業し、1894年、明治27年に、大梅鉄道が開業すると、五日市地区の人々が都心へ向かうには一つは、八王子駅まで約4里を馬車や人力車駅後部鉄道に乗る方法ともう一つは、福生駅まで約3里を徒歩や人力車で途中摩川の渡しを渡って、 大梅鉄道に乗り、立川駅で、甲武鉄道に乗り換える方法があった。やがて五日市に鉄道を敷く計画が立案された。新能鉄道は1897年、明治30年4月に設立され、路線は、神奈川県、神奈川続木群川和村南多摩郡、八王子町西多摩郡五日市町道郡、大梅町を、予していたが、1898年、 明治31年6月に申請却下されている。また、地元有志による、秋川流域の電気事業、後、秋川水力電気は1903年、明治36年に作成した仮契約書で、発電所設置午後以内に、五日市町を起点とし八王子停車場に至る、電気鉄道敷設工事に着手することが謳われていたが、本体の電気事業が、 日露戦争による事業中断や戦後不況などで計画が大幅に遅れていため立ち消えとなった。また1918年、大正7年の五日市町役場会議録には、八王子への鉄道敷設の西岸が掲載されていた。1920年、大正9年3月に五日市町の石川虎一郎は、五日市八王子で乗り合い自動車業、五王自動車を開始し、続いて、 五日市より、ふっさ、多くの、大梅までの路線を開通させ、乗り合い馬車や人力車を駆逐した。地元有志による、秋川流域の電気事業計画は1916年、大正5年に、秋川水力電気株式会社を設立して、12月に送電が開始された。五日市町長。 岸中左衛門とマスト村の三輪資産家の小机、密造が会社設立の推進役となり、折物買い継ぎ賞で五日一銀行当取の土屋津根奈々の積極的な出資によるものであった。電気事業は順調で予想を上回る申し込みがあり、毎年増配を続けていた。1919年、大正8年4月に土屋津根奈々の娘婿であり、 秋川水力電気社長の紅林七五郎他により、軽便鉄道不設願いを提出した。発起人十五人のうち十人は、立川五日市間の沿線居住者で、資産化そうでった。その時のルートは、中央本線立川信号所より分岐する、専用鉄道、玉川ジャル木材鉄道、灰島周点埼玉街道付近を起点として、北玉郡灰島村、 西多摩郡熊川村、東明留村、西昭留村、マスト村を経て、五日市町までと、マスト村坂下から分岐して、大久野村地内勝峰石灰山に至る路線であった。そして起点から、多摩川砂利木材鉄道専用線、中央本線貨物支線を介して、中央本線に乗り入れて、立川駅に連絡することを希望していた。しかし鉄道員は、 実地調査した結果このルートに意義を唱え、大梅鉄道灰島駅に起点を変更するよう求めた。その理由として、最寄駅である灰島駅にすれば建設費が軽減できること、大梅鉄道は余力があり、輸送力は問題ないことを挙げた。それに対し九百二十年、大正九年三月に五日市鉄道が出した起点変更願いでは起点を立川駅に変更して、 お梅鉄道の南方を通るルートを受けており、お梅鉄道を利用しないことに固執していた。しかし、結局同年8月には、鉄道院の指示通り起点を、灰島駅に変更し、1921年、大正10年7月に、鉄道免許状がカ付された。1922年、大正11年5月に創立総会が開かれ、五日市の名士である、内山安兵が、 取締役社長に就任。岸中財門、小机、密造、呉林七五郎ら秋川水力電機関係者が役員となった。沿線町村長をはじめとして有力者を巻き込んだ運動により2万株の割り当ても応募申し込みが殺到するほどであった。しかし実際に始めてみると企業目論みでは、用地買収費9万7400円であるのに、買収総額、 1922年、大正11年11月時点は24万3000円。難工事のため予算の1、4を計上した玉川橋梁は23万7600円の、ところ石川島造船所で製造した、橋桁代金だけで18万7500円。土木費に至っては5万3000円が38万円となり、当初の予算を大幅に超過した。 しかも1920年の戦後強行により株金の徴収が滞っていた。やむなく発起人たちが未払いの株金を負担し1923年、大正12年3月に工事に着手したものの9月に発生した関東大震災が追い打ちをかけた。小机らは土地売り主に代金支払いチェを詫びに回り、資金調達に奔走するなどしたが、とうとう、 川崎銀行より、融資10万円を受けるため一部の株主の反対を押し切り担保として、秋川水力電の全資産を提供することになった。1910から1920年代は、日本のセメント生産が急増していた時期であった。朝のセメント、朝の財閥は、関東地方に、深川工場と1917年、大正6年に、 創業開始した川崎工場を所有しており、川崎工場用の原料の石灰石は、大梅鉄道沿線より調達していた。しかし石灰石採掘販売を兼業していた大梅鉄道は、初藩の事情から採掘量が伸び悩んでいた。そのため、浅野セメントは直営の石灰石採掘を決断し1920年、大正9年に大梅鉄道より、 二股尾の雷電山及び日向和田での採掘券を買収した。ところが主力採掘場としていた雷電山の石灰石の埋蔵量がさほどではないらしいことが判明したため、やむなく大体の採掘場を探すこととなった。そして多くの村の勝峰山の石灰石の埋蔵量が豊富であることを突き止めた。ただ勝峰山は、 青梅鉄道から離れてより新たに輸送手段を確保する必要があった。そこで訴状に挙げられたのが計画中の五日市鉄道であった。そもそも勝ち、峰山までの路線を計画したのは北起人たち、自らで石灰石資源開発を目論んでおり、北起人に朝のセメント関係者の名前はなかったが、1922年、大正11年12月の第一回株主総会で、 浅野康二郎が取締役に就任し、大二郎名義で千株所有の大株主となった。ところが、資金不足で完成が危ぶまれていたにもかかわらず、浅野セメントは小机らの採三の面会要請に応じなかった。それは地元が、石灰採掘権を手放すことに抵抗し土地を売らず、直営を目指す浅野セメントと対立していたためであった。そうしている間に、 秋川水力電気全資産を担保にするまで追い詰められてから、ようやく、浅野セメントは、援助をすることになった。1924年、大正13年1月に、五日市鉄道と、浅野セメントとの間で結ばれた契約は、浅野セメントは、総計3000余株を出資する。5万円を出資する。多くの駅、岩井駅から採掘場に至る引き込み線の、 建設費用10万円を負担するというものであったが、付帯条件として重役2名を送り込み、石灰山を含む多くの地区の土地買収の責任の切れを五日市鉄道が引き受けるという厳しい条件が付けられていた。こうして、浅野セメントは同年5月までに発行株式2万株中約5000株を取得、6月には金子清田、 朝のセメント取締役と塚吉次郎が取締役に就任した。なお子の契約後の4月に小机が脳一血のため死亡した。ようやく資金の目処はつき、建設中止の危機は避けられたが、様々な困難が待ち受けていた。大久野村の土地買収では、土地収容法の適用を受けることにしたが、所有者が行政訴訟をしたため長い継争の末に、 五日市鉄道の主張は認められたが、武蔵祝への開通は遅れることになった。また来電山及び日向和田での採掘券を売却した大梅鉄道は、浅野セメントが勝峰山の廃止採掘にシフトされると、貨物輸送が減少するばかりでなく、五日市鉄道が廃島から立川に延長する工術と、勝峰山の石灰石輸送も得られなくなる可能性が出ていた。 そのため、大梅鉄道は、勝峰山の採掘予定地に隣接した未買収用地約4兆2単を買収し、それを、朝野セメントに転売する見返りに採掘した、石灰石の輸送を、大梅鉄道経由にするよう要求した。朝野セメントは、要求を飲む代わりに、割引運賃を求めることにし1925年、大正14年7月に売買契約が成立したが、 将来も大梅鉄道に石灰石の輸送を担わせることの言及は避けた。灰島停車場への連絡工事は用地買収に手間取り工事が遅れたため熊川より200メートルの雑木林の中に仮停車場を設置し1925年、大正14年4月に灰島仮停車場5日市間で旅客運輸営業を開始した。5月になり、灰島駅で 大梅鉄道と接続し、9月に、武蔵五日市駅武蔵岩駅間が開業した。1日6往復、7月から7往復運転であった。路線は秋と目台地上を東西一直線に付設され、玉川支流の秋川沿いにある集落からは遠く、周囲は桑畑で囲まれていた。鉄道開通は地元に変化をもたらした。秋川田には、 林業が盛んでかつては大量の材木を、秋川、玉川をいかだで、下り六号で陸揚げしていたがそれがなくなった。教育面ではそれまで金持ちの子息は、東京市内や近郊に家を借りて、そこから学校に通わせ一般の人たちは高等、小学校止まりだったのが、鉄道開通後は、不立に中、現在の東京都立立川高等学に通えるようになった。工事の際に、 多数の土器が発見されたが、その後の考古学研究につながっていった。また西秋留村牛沼の特殊家が死秀吉野桜を、い入れ東秋留から、祝いの各駅植え付け昭和20年代には、盛大に先開いたという。最も普段は、乗客が少なく客車定員42人をもじって、四十二人と言われたが、正月の灰島大師の時は、参拝客を、無害者に乗せて、 田川の鉄橋を渡る時は冷たい風と溢れるような人混みの中しがみつきあったという。勝峰山の開港着手は1926年、大正15年2月からされ、浅野セメント、川崎工場への石灰石輸送は1927年、昭和2年3月より開始された。五日市鉄道を梅鉄道中央本線、山手線東海道線と経由して、 浜川崎駅で専用船を使い工場へ運ばれた。営業成績は不況の影響により、貫ばしくなく政府補助金を受けながら毎期赤字を経営していた。その赤字の補填は内山、小津くえ部、池ヶ谷誠一の山持重役らの個人保障で補われていた。また1926年、大正15年3月に基地中左衛門が脳一血で倒れ辞職した。 五日市鉄道は、岩井灰島間の免許状がカ付された1年後の1922年、大正11年11月に一旦は取り下げた、灰島駅立川駅間の延長不設願いを提出した。それによると、灰島駅で接続する大梅鉄道は現時点で、輸送力が傲慢状態であり、沿線の石灰山より採掘した石灰石。 搬出した川砂利の輸送は日々増加している。五日市鉄道で輸送する勝峰山の石灰石や玉川の砂利輸送を大梅鉄道に担わせることは不可能であり、灰島駅立川駅間に独自の路線が必要であると主張し、当線下り川において直接商船に連絡する派、秋川の水源地方より五日市を通過して玉川に達しする沿線地方の人民化。 非常に熱望しいる派もちろん、にしてハイより、立川に、イタリルエ道の住民も、また日に活防止距離所なりとしてそれは、明治時代の大梅鉄道建設に際し、鉄道派売園のため地方産業に、有害なりとの名州に保、だわれ、線路オーバー特に人化中密の区域より、8日後方へ口腐りし、今日に及びんで派停車場へ達するの同園くして、 不便局まりなきため第二公開士として、沿線住民は、五日市鉄道が人化沿道を通ることを希望しているとしている。しかし出願で述べている、大梅鉄道の輸送力が問題ならば、大梅鉄道の株主でもある、浅野セメントが増資を負担し伏線化すれば、解決できる話で、その方が建設費も抑えられる。あえて新線を付設するのは、浅野セメントが、 青梅鉄道の石灰石灰輸送に不満を持っていたと、られる。さらに1923年、大正12年12月に、五日市鉄道と南部鉄道は、立川駅で接続連絡したい旨の許可申請書を提出している。これは、浅野康二郎が、筆頭株主である南部鉄道と接続できれば、勝ち、峰山か採掘した、石灰石を、 川崎工場まで商船を使わずに一貫、輸送できるからである。1924年、大正13年2月に、五日市、南武両鉄道の鉄道免許状は、同日にカフされた。1929年、昭和4年9月に工事に着手し、困難な工事もなく1930年、昭和5年7月に、灰島駅立川駅間が開業した。この区間は、 各集落ごとに駅を設けており、駅間距離が短かった。立川駅へは、西側で中央本線を乗り越して、南側にある南部鉄道線と直結する配線を、取ったそして同じホームの南側を南部鉄道が、北側を五日市鉄道が使用した。ガソリンカーが投入され、スピードアップと増便がされた。なお開通に先立ち、大梅電気、五日市両鉄道は、 立川拝島間運輸協同に絶置する協定書を結んでいる。客家の争奪を引くるため協定運賃を実施するとして、立川駅拝島駅間の運賃は従来通り16銭とする。またこの区間を通過するだけの乗客の運賃収入は、大梅電気側9割に日い側う1割取り決めた。開業してみると、大梅電気鉄道は旅客人員3割、 同運賃2割減、貨物の数量を7割減であった。ところで1927年、昭和2年より開始した、石灰石の川崎工場への輸送は早くも、方針の転換がされることになった。それは、関東大震災後の需要増を期待していたところ、復興事業が低調の右業者間の競争により、供給過剰になりセメントの価格が下落。 コスト引き下げが求められる事態が発生。最終的には、勝峰山の隣に最新設備を備えた西玉工場を建設することになった。この工場は1929年、昭和4年5月より創業を開始し、石灰石は採掘場からインクラインとベルトコンベアで工場に運ばれるようになった。そのため、五日市鉄道の主な役割は、 石灰石輸送から製品であるセメント輸送と原料の石炭の搬入に移行することになった。一方南部鉄道は1929年昭和4年12月に立川延長開業し、1930年昭和5年4月11日に浅野セメント川崎工場向け石灰石輸送を開始した。さらに1931年昭和6年11月に 大梅電気鉄道にした地下は駅接続し石灰石輸送体制を整備したものの、川崎工場がセメント連合会で協定された創業短縮の重点対象工場となり1930年昭和5年11月より大幅減産したため南部鉄道は大打撃を受けることになった。東京や横浜向けの砂利の供給はほぼ、 関東一円の河川から採取される川砂利によったが、とりわけ多摩川と相模川が群を抜いて大きかった。東京周辺では1907年、明治40年開業した多摩川電気鉄道が初めて砂利輸送を目的にした鉄道とみられ、大正末期から昭和初期にかけて多数の砂利鉄道が開業した。多摩川の砂利採取に深く関わっていたのが、重役の呉林七五郎であった。 先代の徳五郎が、神部鉄道線の玉川橋梁付近から、福島村までの砂利線用線を付設したのが、紅林家と玉川の砂利掘り業の始まりで、この砂利線用線は、神部鉄道が買収した後国有化され、中央線の支線となった。七五郎は、東京市の砂利サイクスの委託をされ、さらに1918年、大正7年に砂利線用線を出願っているが、 のちの玉川砂利木材鉄道であった。五日市鉄道も、玉川の砂利輸送のため九百二十六年、昭和元年七月に玉川東岸に玉川駅、武蔵玉川駅を、九百三十一年、昭和六年十二月に、貨物船を付設し、灰島玉川駅を開業した。しかし不況により砂利の需要が落ち込み九百三十年、昭和五年以降は、関東の砂利業者はに、 三に減少しており、生産量の大きかった玉川では乱屈のため、川床の低下による、橋脚崩壊の恐れや、用水取り入れが不可能になるなど治水上の障害が起こったため、1934年、昭和9年に機械掘り禁止、1936年、昭和11年新規採掘船禁止と採取制限が行われた。当初震わなかった輸送であるが、 多摩地区には日帰り行楽客が見られるようになった。1935年、昭和10年にオリンピックの東京開催が決定すると、多摩の各地で選手村、競技場、練習場有致運動が活発化し、外国人観光客目当てで多摩の継承地にハイキングコースが新設された。また、東京市がハイキングコースを選定し、東京市選定市民健康路を埋め電気道。 御嶽駅、五日市鉄道武蔵五日市駅を起終点としたコースが設定された。西多摩を訪れるハイキング客は急増し1937から38年にはピークとなった。この頃100人乗りのガソリンカーを申請しさらに東京横浜電鉄から120人乗りガソリンカーを購入している。1940年。 昭和15年の運行状況は1日16往復、うち10往復が武蔵五日市駅山であった。日中戦争が開戦し、戦時体制の中陸上交通事業調整法が1938年、昭和13年8月に施行された。五日市鉄道は輸送の円滑化を図るためとして、南部鉄道と合併することになり、1940年、 昭和15年4月18日に合併契約を締結しこれは5月7日に双方の株主総会において承認されて5月17日に合併認可申請書を提出した。そして8月30日認可を受け9月1日実施し南部鉄道五日市線となった。旧五日市鉄道従業員は引き継がれ五日市鉄道は解散した。 その後戦争の激化に伴い南部鉄道は、大梅電気鉄道と共に、石灰石、セメント輸送の重要性から国に買収されることになり、詳しくは、戦時買収支鉄を、参照1944年、昭和19年4月1日に、国鉄道、五日市線となった。しかし、並行した立川駅、廃島駅間については、旧大梅電気鉄道は伏線化工事中で沿線には、 軍事上重要な施設があったことから、残り旧五日市鉄道線は、不要不急線とし、休止となった。機場は撤去され、福井県の金津駅、阿原駅間に転用された。なお西立川駅から分岐して、南部線に連絡するルート上にある、立川駅武蔵上野原駅間は撤去されず、貨物列車直通に要され、大目線の一部となった。国有開港の歴史は、 五日一戦歴史を参照。開業にあたり、機関車二両、一1.2、ドイツコッペル製四輪三等客車四両、五十一から五十四四輪三等客車手用、制度機付け二両、九十一九十二日本車両製造製、四輪有害貨車二両、ワム百一百二四輪無害貨車八両、と5百一から五百六 木材車地線1から千二2が用意された。1930年7月、灰島立川間会業とともにガソリンカーを導入した武蔵五日市駅武蔵岩井駅間には、急勾配がある後押使用機関車付きで運用され、重量貨物機関車を保有していた。当初は混合列車であったが、1929年にガソリンカーが投入され1930年度に、 貨物専用になった。在籍していたのは、開業時に、日本車両で申請した四輪、客車六両のみ、ガソリンカーの登場により、主役を譲り、団体などで使われるようになった。開業時は、四輪三等客車四両、派五十一から五十四、四輪三等客車手用、製動機付け二両、不派九十一から九十二、1925年度に、 不破91から92を3等で荷物車号、作り車に改造し、波に2001から2002に改版、改板、1927年度に、波53から54にて陽性動機を取り付け、不破153から154に、改板、1930年度に、波に2001から2002の手荷物室を廃止、不破91から92に改板している。南部鉄道を経て6両とも、 三菱水島の専用鉄道、水島工業都市開発倉敷市へ、水島臨海鉄道へ譲渡された。二軸車は非力で西秋止めを出た坂道でストップしてしまいその時は下まで戻って再び登り始めたこともあったという。開業時は10両だったが合併直前には69両になった。有害貨車は無101、102、301、302、 ワブ305、306 30、700、テム200から203ほか1両、無害化者と1201から1204、トム501から506、701から708、902、903、1205から1211、フト801から806、リ千7 0 0から1716、リブ1600から1602、チキ3000ほか3両。 ドウンシャリ1700から1716、国鉄リ2100から2116、リブ1600から1602、国鉄リフ2050から2052がいるのは工場。近くでセメント原料の粘土を採掘しておりそれを輸送するため、多くの駅構内で使用していた。立川廃島間は線中に線路が撤去されているが、古くから廃線後のレポートが発表されている。 1963年のレポートによれば、各駅のプラットフォームや建物の基礎部分、八高線交差部前後の切り通しなどが残っていたが、やがて都市下の波が押し寄せ配線時期は拡幅され、道路となり周辺は宅地へと変わっていった。五日市鉄道と交差していた八高線の鉄橋は2001から2002年まで残っていたが取り外され、地下道が作られた。2004年秋島市では、 市政50周年を記念して、廃線後の道路を御鉄通りと命名し、大見和駅には、ホーム、レール、台車などのモニュメントが作られた。なお実際の大見和駅は、霧同士で地表より2から3メートル下にあり、当時の姿とは違うが、桜の木は、戦前からあるものだという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。